はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回は海道高校で、コンセプトは前回ちょっと育成が微妙だった嵐丸45を使っていこうということで、また速球派投手を、目指します。で、前回カオルちゃんがいたんですけれども、カオルちゃんを外して、クオンを入れました。さすがにね、海道高校で、変化球ゼロという形になると変化球ポイントが全く稼げないので、クオン君を入れて、クオン君はコツを持ってないので、コツイベントが来たらポイントになりますと言ったところですね。で、また速球派投手なので、眉村からはジャイロボールを取って、天城からはハイスピンジャイロで、野五郎君からは街道を取っていくという流れになります。で、紅白戦は野五郎君がいるので回避というところですね。ではやっていきましょう。練習、なんかなんともパッとしないな。じゃあクオン君の評価を上げていくか。速球をね、練習していきたいんで。で、前回は、前4の後にだったんですけれども、前イベのカオルちゃんが外れて、後イベのクオン君が入ってますので、前3、後3ですね、バランスは良くなった感じですね。ここは監督もいるので、また球速をやっておきましょう。で、例によって、精神キャラがどれだけ活躍してくれるかですね。で、精神キャラが2人いるので、もしかしたら精神が余るかもしれないんですけど、そこはね、クオン君の強心臓がかなり精神ポイントを使うので、そこで消耗していければなと思ってます。で、例によって騎馬の爆速ストレートは切るんで、どうしようかな。ここはなんとも言えない感じだな。メンタルにな、2人いたらメンタルやったんだけど、ちょっとここは休んでおきますか。まだね、ブレイクスルーポイントがたまるわけじゃないので。俺もこのスカウターみたいなのちょっとつけてみたいな。いや、爆発するのはさ、それは嫌だけどさ。コーチいますね。野五郎くん、野五郎くんはね、あんまりコツは期待できないんですけど、根性コツをもらいましたね。で、別に聞かなくていいでしょう。最初の方はやっぱり評価上げですね。特に精神キャラの評価を上げていきたいですね。で、コツが来てるので、眉村か。眉村はね、やっぱりこのポーカーフェイス取れないな。精神ポイントが足りないか。さあ、何のコツ。緊急登板。ジャイロボールちょっと速くないか。あのボール投げたい、マジで投げたい。で、ここら辺は寝ちゃって大丈夫でしょう。まだね、評価上げの時期なんで。無理やりね、ブレイクスルーを狙ったとしても、そもそもタックが来ないっていう。年内くらいは評価上げをメインにやっていきましょう。で、ここは速球中心を取って、頑張りすぎで、変化球が足らなくなるはずなので、変化量を伸ばしていきましょう。いいね、68。68ってすごいよな、やっぱり。どうしようかな。コーチ狙いっていうのもありだけど、監督もいるね。監督評価あげとくか。お、天城くんも1回目が来たね。2回目が来たらちょっといろいろと上げていきましょうか。で、野五郎君は、通常イベントなので、これは普通に理想は理想だで1回で切りましょうと。
身長盗塁とかね、まあ野手じゃないからどうでもいいんだけどっていう。どうしようかな。2人か、コーチ狙いか、嵐丸か、コントロール2回目だしね、ちょっと。まあ、別にね、3回練習はそんなに狙ってはないですけど、まあ、これでね、体力減るし。あれ、これって体力減んなかったっけ？あ、下がるよね。無理だな。メンタルにいるんで、あー、これな、タックが組めない状況っていうのが、ちょっと悲しいね。まあ、まだ10月だから、しょうがないっちゃしょうがないよな。一緒に練習か、ちょっと嵐丸についてはコツが欲しいんだけどな。微妙にブレイクスルーが足りてないっていう。コツ、天城のコツか、天城のコツもちょっと欲しいといえば欲しいし、敏捷ポイント稼げるから、こっちで行こう。タイピン、よし、いいね。あ、そうか、ようやくやる気がマックスになって、いいね。変化球は天城か。これはもうちょっとブレイクスルー使って、で、急速に行きましょう。タイミング的は悪くないね。で、ここはまあリスクは取らずに。嵐丸くんも結構進んでくね。ここはやめさせよう。さすがにちょっとなーっていうあれだからな、寝ておいて、でここはまあやる気が下がっちゃうけど経験点かな。で、どうしようかな。メンタル、クオン君か。そうだな、ちょっとメンタルでもう一回体力を上げておくか。むしろ練習状況によってはもう一回メンタルをやってもいいかもしれないですね。あー、爆速は切ろう。まあ、爆速を切るとね、イベントが全2回になるんで、まあ、だいぶ軽くなりますよね。やっぱこれでめっちゃ敏捷ポイント稼いでんのか。敏捷ポイント27っていうのわりかしねいいと思うんですよね。どうしようかな。これはコーチ狙いで行くか。さすがにねメンタルに誰もいないんで、まあ、監督がいるといえば監督がいるんだけど、ちょっと球速を140くらいまではいけるね。あとは変化球を、まあ、やっぱりね速いキャラなんでスプリットかな。コーチ頼みます。あれ、これって発生しなかったってこと？まあ CD を買いましたと。これさ、 CD 買ったって言うけどさこの CD いらねって言われたらどうするつもりだったんだろう。コツが来てるなー。 30% か、キバか。まあ嵐丸とクオンはね溜まってるからいいけど、ここコーチか。誰もいないからね、誰かいればなコーチ狙いで行ってもよかったけど、ブレイクスルーポイント的にはまあいっか、一回寝ちゃおう。でここはまあ練習に集中して経験点をもらっておきますか。体力はね下がっちゃうんだけど。でコツ、嵐丸。のごろうくん、嵐丸だな。ちょっとね伸びを取っておきたいんで。かといって練習か。ちょっと嵐丸くんも微妙だな今のところ。
伸びはね比較的ね取れる編成でなってるはずなんですけど、どうしようかな、残ろうか。ここはな、眉村の評価を上げつつコーチを狙って荒らしまるっていうところがいいと思うんだけど、球速を上げられるだけちょっと上げておくか。やっぱりね変化球ポイントが全然たまんないよね。よしコツ、よし伸び、とりあえず3、ありがとうコーチ。特製、おお、どんだけうまいんだ特製おにぎりって。いくぜ、うわー打たれたもう悲しすぎる。爆速ももう切ってやるかんな。最悪爆速にかけるっていうのもありだったけど、まあそれはしょうがない鉄板はまあ取れましたと。眉村、どうしようかな。 21% か。一応ねアイテムでねマックスパワードリンクを持ってきてるんだけど、合宿の時にね使いたいっちゃ使いたいんですよね。まあいいか、ちょっとメンタルで回復させておこう。いやー、ジャイロボール失敗するのはちょっとな、悲しいよな。どうしようかな。変化球上げとくか。さて次にタックが来てくれないとちょっと困る。これもね意外に経験点手に入るからな。初詣に行って、まあ街道に関してはね回復するっていうのが全然ありなんで、ちょっとね次タックが来なかったら悲しいことになるんで、まあ、中吉が出てくれればいいかな。あータックが来てないねここは練習するしかないんで。眉村って全然たまんねえな。変化球を上げておきますか。スプリット、スカウト評価も上げつつといったところかな。そこそこか。まあここは臨床ポイントがあるんでバント封じをもらっておきましょう。おいおいおい来ないね。どうすっかな。基盤も溜まってないのか。 14% か。変化球3回目とかな、狙う感じじゃないしな。なんとも言えないねこれは。 14% やっちゃう。コツ、よし伸びは掴んだな。おお、これはちょっと街道でのここは厳しいね。まあ、ブレイクスルー変化球か。まあいいでしょう。ちょっとやる気がだいぶないけど。体力がすっからかんになったな。これは寝て遊びに行くっていうのもありだな。あ、練習の鬼が来た。体力を回復させよう。お、やる気が上がった、いいね。でスプリットも上げられるかな。ここは休みましょう。観客だと何が増えんだっけ。筋力、技術、精神か。これでちょっとバレンタインが微妙だとダブルパンチになるな。クオン君はやっぱりね得意練習率あるからすごいよな。で眉村だからな、ポーカーフェイスは掴んでおくか。精神は
余ると思うんで大丈夫でしょう。で最終的に投手と切り替えると、よし、奪三振。奪三振は5でいいかな。おわ、来たーマジかなんてひどいやつなんだこれどうすっかな。メンタルコーチでやる気上げてくれっかな。ちょ、これはコーチに託そう。やる気プリーズ、ありがとうございます。ほんと優秀だよこのコーチは。でもう来たか。なかなかね、6月以降に来るっていうの難しいよね。1回しかないんだよな今まで。頼むぞコックスクリュー、どりゃー参ったか、かなり掴んだぞ。よし、やる気も上がった。肝心のジャイロボールが来てないけど、おお、これは喜ぶべきなのかどうなのか何とも言えん。はな、減ってないかな。まあいいか。で、うわ、メンタル働くね。ちょっとメンタル働きすぎだな。これはノゴロウくんでいいか。おお、逃げ玉。っていうか根性とか潰してなかったし。はい、いけ、フィニッシュ。さあ根性見せろ主人公。これみんな主人公のことなんて言ってる。俺は普通に主人公って言ってるけどパワプロくんっていう人もいますよね。いいねいいねいいね。おお、メンタルクオンくんか。これはどうしようかな、球速かな。ちょっと球速を上げていこう。で、また来てるね。ノゴロウくんさすがだね。キバかー。キバもちょっとね、取っておきたいんだけどなー。でもここはちょっとノゴロウくんでいこう。てか、めちゃくちゃもらえるし、経験点。さて、ブレイクスルーが来てるね。変化球か。まあいっか、コーチもいるし、ここは使っていこう、どん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 。いやー、ジャイロボール取れなかったのがちょっと悔しいな。特製おにぎり、ありがとうございます。で、ちょっと上げられるのをまた上げていきますか、急速だな。ちょっと解凍骨はね、やっぱり欲しいんで。伸びはちょっと筋力を使うんで、5まで来たから置いておきましょう。どうしようかな、もう強心臓取っていい気がするんだけど、技術が半端ないのか。根性は取るでしょ。奪三振どうする、取っておくか、3 で逃げ玉も取っちゃおう。で鉄腕はまあちょっと置いといて、ここら辺は、あ、そうか、緊急当番か。潰せるものは潰しておいて、鉄腕取っちゃおうか。バント封じも取っちゃおう。よし。さてさて、ここからまた練習が始まるけど、まあ、スタミナ練習でこれだけ手に入るっていうのはなかなかだな。どうすっかな。スタミナ練習やるか。よし、まあ2。
メンタルいいね。さてそこからのコーチのコンボが来てくれるとめちゃくちゃでかい。いいね、ま、イベント的には悪くない。おいおいおいこういうのはガハ、やる気が下げられた。しょうがない、このまま行くしかない。ブレイクスルーポイントがコーチだな。これはやる気を上げてください、俺のコーチ、お願いします。おお、ご指導お願いします。これやる気上がる？上がんないね。ブレイクスルーが使えますね。コントロールか、もういいや、どんどん行こう。で、コントロール練習と若干筋力不足か、牙があんまり働いてない気がするな。てか監督評価どうなってる今110かー、どうしようかな。変化球やる気がないからね、一回遊びに行きますか。カラオケかー。で本物のまっすぐが今来たか、大丈夫だよな。牙はもう終わってるし、嵐丸あったよね。どうしようかな、一回監督の評価を上げておこうかな。まあ、ここはちょっとスタメンにはなれなかったけど、よし、ピンチにプレーをしていこう。スプリットって5にできる？あ、できるね。で試合と、若干の筋力不足が今懸念されてるな。スプリットでいこう。1球外してでスプリットでいって、1球外して振ってくれれば嬉しかったけど無理か。おいお前何してんの今の一塁に投げるべきだろう。ノーアウトだから狙いに行ったのか。これはちょっとかなり厳しいな。しかも災害じゃねえかよ。低め低めに、おいおい、コントロール F 怖いな。抜かれたー。ゲッ、小平だ。小平はね、ほんとやだ。アベレージヒッター持ちはほんとやだ。かといってね、経営できないかんね、今。振ってくれ。よーし。お、今の入ったか。一応外したつもりだったんだけどな。まあ、しょうがない。まあ、一応上がるよね。さて、こっからどうしましょうかね。特に練習的にもいいのが来てないので、これは一回寝ておきますか。さてここからもう一回、これは伸びについて聞きましょう。で伸び4か、どうしようかな。伸び4で取るか、コツが来てるな。変化球にするかコントロールにするか、まあ、スカウトさんもいるし変化球をやっておきますか。牙お前が全く働いてないぞ。爆弾、もうこいつ頭悪そうだからな。どうしようかな。
こも悪くはないといえば悪くないけどな、球速がな足りなそうなんだよな。木場と野五郎くんのダブルタックブレイクスルーが来れば一番いいんだけど、そういうわけにはいかないか。クオンはさすがに来るね。天城からコツをもらっておくか。どうする、伸びを、あ、そっか、伸びはもう5になってんだっけ。すっかり忘れてたな。タイピンを5にしたところでどうだろうね。これは悩むな。こっちでいこう。天城練習か。足りんぞ。これは 32% コントロールだからな。できれば急速でブレイクスルーを打っておきたいからな。ここは一回メンタルに走ろう。どうだ、おお、しょうがない。あ、打てねえ、島だ。マジかー。じゃあ次来てくれれば万々歳だな。さてここで試合か。お、いいね、騎馬か。コントロールは、ああ、マリムラね。でもまあこれはブレイクスルー打っておきましょう。てか野五郎くんまだ完走してないんですけど、大丈夫かな。大丈夫だよね。あと野五郎くんだけだよね。だってイベント的には。ほんとなんでこんなやつ先発にしたんだろう。カイドウの投手陣めちゃくちゃ熱いのに。ここはもうちょっとどんどん打っていきましょう。で、変化球をどうすっかな。スプリット162か。球速はちょっと151とかにしておこう。巨神像取っちゃう？取っちゃおう、巨神像も。で、スタミナが全然ないな。いや、しょうがない。で、コントロールはさすがに、いいくらいに上げとこう。よし、これでいこう。ほんとヘボピッチャーだよな。マジ先発を任せられた理由がわからん。ラズベリーだからかな。みんな温存しておこうみたいな。トシ君なんでこんなやる気がないの。俺がピッチャーだからかな。あんなやつのリードなんてしたくないよみたいな。トシ君も何気に黒いからね、そういうこと思ってそうだよね。で、あんまり点を入れすぎると試合が終わっちゃうから。矢部君もどんどん打っていこう。ただえーと今5点差でしょ、まあ、まだまだ大丈夫だね。失投が多いな。白石君はコントロールが G か。ちょっと待って、これはバントしよう。ちょっと待って、 OK、 セーフティーバーント、セーフティーバーンと。お、投げ切った。よく投げ切ったなこいつ。何、野五郎くん。てか眉村もよく来るね。ここはちょっとアイテム使っちゃおう。もうで、クオン君からコツを取れると。コツっていうかポイントだけど。
何気にこの変化ポイントもでかいよな。てかさ、のごろくんマジで乾燥しないこれ。牙のジャイロボールが欲しいね。一緒に練習か。もう一回来るっけ。前イベ、嘘、乾燥しない。そんな、まあジャイロボール失敗してっかんね。どうしようかな。変化球、スプリットは6にしておこう。まあとは遅い球を1球種覚えておきますか。3球種はねさすがに無理なんで。うわマジかよ、完全飛び出してたな。トシ君さ、マジでなんでこんなやる気ないの。そんなに嫌か俺のピッチングは。まあ、それ嫌だろうね。こんな点入れられてっかんね。決めてくれ。劇的だ。35か。まあまあかな。でコントロールがいけるね。牙はなんだっけ。ちょっと見るか。あー全然取れてないわ。どうすっかな。筋力足りてないからね。かけるしかない。重い球か。これは口説いてたで。リリースコツ。結局のごろくん来なかったじゃねえかよ。そうするともう伸びは普通に取るでしょ。で変化球か。やっぱりな、球速まで取っときたい気がするからな。ここはちょっと賭けに出よう。変化球は普通にやって、まさかのごろくんが完走できないとは。でスタミナね、いいはちょっと欲しい気がするね、やっぱり。で、スプリットは189か。まあ、行こう、試合に。草のパワーはそんなに悪くないけど、おとしくんの野球はちょっとだけ上がった。甲子園に来て上がったか。絶対行っていられんな。それはしょうがない、別に強くはないからね。ありがとうございます。平山くん追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で平山、今日は三振とフォアボール投げました。打った、センターへの取ってアウト。海道追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁、おーっとバッティングがあんまりよろしくなかったけどピッチングが良かったからなんとかなったな。さあ来い、来ない。スタミナ。最後の練習にかけるか。多分ブレイクスルーポイントもマックスになるんじゃないか。って言ってね、最後の練習ができないと悲しいんだけどね。球速も結局そんなに伸びなかったな。スプリット7にしとこうっと。
で、あとは一球種もらえるかな。試合次第だな。エピローグ経験点がないからね。それがちょっと辛いな。3点も取られてるし、こっからひっくり返すのか、結構きついよ。よし、超えた超えた超えた、危ねえ危ねえ危ねえ。ここはね、もう二遊間がねめちゃ強いからね、とりあえずホームランにはならなかったか。まあ、いや、トシ君、君に任せる。よし、やる気が上がってる。徐々にやる気を上げてきた。おら、OK。もう1点欲しい、ちょっと怖いから。やべ、チャンス待つではあるけど、打ってこう。OK、OK、いいね。で、こいつはミートを開こう。さすがにパワー F っていうのはきついからな。これ入ってくる、入ってこなかったか。切れたか。うわ、よし、危なかった。俺どこで変えられたんだろう。初回で変えられたとか言ったらかなり悲しいぞ。52か、まあいいや。さあ最後練習、うん、来てるね。何が来てるか見よう。どうする。てか眉村来すぎだろ。眉村も得意練習率アップとか持ってたっけ。もうブレイクスルー使って、で、ちょっとやっぱり足らないんで筋力が。これしか増えないんだ。だったらこっちの方がいいよね。なんかあんまり今回急速キャラが働いてくんなかったな。特にのごろうくんイベント完走できなかったし、まあイベント完走したとしてもね、筋力不足にはなってたか。155もいかなそうだな。その代わり技術がめっちゃあるな。変化球はちょっと最後まで貯めておいて、技術が余ってるね。キレか、キレ取ると2球締めとか絶対無理だからな。最終的に投手を取るから精神が足んないね。もう一回ちょっと取っとくか。リリース取るでしょ。ハイスピンジャイロが取れねえな。ハイスピンジャイロも変化球必要なんだっけ。ジャイロボールのコツが来てないからな。変化球とかこれ無理だ、2球締め取れねえわ。カチューン欲しいから取ろう。こんなもんか。超スローボールでも取っておく。技術が余りそうだからな。よし、これでいこう。急速キャラ作るんだったら別にさ、無理して嵐丸入れる必要もなかったけどね。スプリットかよ。草野は狙っていこう。よしよしよし。で、トシ君、おまたやる気を上げてきた。おお、さすがに早いね。しまった、お、大丈夫か。さあ、やべ、西田とかいうのが出てるぞ。ダメか、2点取られた。もう絶対どっかで失点すったんだ、こいつ。ワンアウトランナー2塁という場面で平山投球、これから2球目。危ない危ない。投球はこれから3球目。打ちました、レフトへの打球、掴みました。2アウトランナー2塁に変わります。こいつはダメだ。バッターはピッチャー西田、投げた、初球を打ちました。取ってこれで全くダメだ。うおお、めっちゃ手に入れられた。もう絶対変えられたな、交番だ。ワンアウトランナー1塁2塁という、来たー、入れば逆転だ。もうトシ君の一振りで何とかしてるけどさ。役指示か。
ノーアウトランナー二塁という場面で薬師初球を取りました。ワンアウトランナー二塁に変わります。こいつもパワーしやるね。うまくはまれば持っていけるな。パワーヒッター持ってるし。投球これから2球目。うわミラージナックル。第3球を投げた。カットボール。おおいいね。カイドウここで勝ち越しました。なんとか勝った。なんとか勝ったけどさ、俺の経験点絶対しょぼいよね。何失点した？実績点5。あ、それでも52ポイントもらえるんだ。実績点5にしてはいい気がする。でドラフトないかな。1位だ。こういうとこでねちょびちょび稼がないとね。もう抑えだなこいつは。てか抑えには使わないけど。さてさて経験点的には、まあ、5000は超えたって言ったところか。能力アップで、ちょっと待ってね。まずねハイスピンジャイロはね欲しいんだよ普通に。せっかく取ったから。うわージャイロボールのコツが来てないのが痛いけど、まあ許容範囲内かな。でキレって取れる。ちなみにあ取れるね。キレを取ろうせっかくだし。で変化球ポイント自体はまあうまく使いましたと。で、あとはコントロールを上げられるだけ上げていきますか。 C まではいくか。でで球速は結局151か。あんまり伸びなかったね。野五郎君と騎馬がいた割にはっていう感じだな。弾道上げよう。ミート、とりあえず F にしとこう。特殊能力って取れないんだよね。もう取れないね。じゃあなんかちょい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 とこんな感じでいいか。まあ S の95か。微妙なところではあるな。てか変化球がね一球種の7しかないからしょうがないっちゃしょうがないけど、こんな感じですかね。まあちょっと野五郎くんのイベントが完走できなかったのと、球速キャラがあんまり働いてくれなかった感があって、まあそこまで伸びなかったですけれども、まあ経験点はでも5000は超えたので、まあダブルタックの、ブレイクスルーが使えればもうちょっといくかなといったところですね。とりあえず抑え君、まあこいつは採用はしないですけれども、こんな感じに仕上がりましたというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。で一応似たコンセプトで、ちょっともう一回ね作り直した選手が、こちらになります。一応ね、左投手なんですけれども、球速はね160までいって、眉村のジャイロボールは成功しましたと。で、嵐丸は外して、代わりにせっちゃんを入れて、脅威の切れ味を取りました。で、野五郎君の街道も取って、クオン君の強心臓も取りましたと。で、ただね、天城のねハイスピンジャイロが、まあ、失敗したんで、まあ、ジャイロボール止まりになってますと。で、一応スプリットは5までしか伸びなかったんですけども、2球種目のチェンジアップですね、まあ、チェンジアップで一応緩急の差が、できるといったところになります。まあ、これがまあまあかな。まあ、ハイスピンジャイロがね取れれば、結構いい感じだったんですけども、まあ、その代わりやっぱりねあの技術が足りなくなってコントロールは E で止まってますといったところですね。じゃあ本当に最後までご視聴ありがとうございました。